はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日はねこの20プリウスですね。で、今回こちらの作業がまずエンジンオイル交換のついでのスラッチナイザーね、で、あとエアコンのガスですねの入れ替え&フラッシングですね、エアコンフラッシングをします。そしてね、あと ATF 交換ですね、まあ、CVT になるんですけど使うフルードは ATF になります。で、まあ、そちらの方をね作業やっていきますので、皆さんご視聴の方お願いします。はい、じゃあね、まずオイル交換をしてスラッチナイザーですね、まあ、いつもの流れでいきます。それではね、スラッチナイザーを施工するためにこちらのねオイルを抜いて、そこからね専用のジグを取り付けるっていう流れですね。で、まあ今回ねちょっとこのエレメントをね外してたらカップが滑って外れないっていうね、ものすごくね固く締まってます。で、こういう三つ股のエレメント外しがあるんですよね。これ無段階で爪の位置が変わるっていうやつなんで、エレメントの大きさもある程度ね変幻自在に外すことができるんですよ。で、これどんどん締まり込んでいくんで、エレメントがねもう変形してもいいんであればこういう外し方ですね。まあ、外し方はまた人それぞれあるんじゃないかなと思いますけど、この工具を使うことで、ね、割と取れますね。奥まってねしにくいところとかがねちょっとしにくいかなっていう工具ではあります。はい、エレメントがねめちゃくちゃ固く締まってて、まあ、ちょっとこう変形してますね。外すときにもう普通のカップじゃ外れなかったんでね、ちょっとこういう外し方ね、工具、違う工具使って外したんで、もうめちゃくちゃ変形しましたけど、めっちゃ買ってしまってますね、これ。はい、じゃあこんな感じでね、接続してます。で、こう行ってこうなってますね。それではね、スラッチナイザー施工開始ですね。施工前に、まずエンジンを温めておくことですね。まあ、この車はね、持ってきてもらってすぐだったんで、全然エンジン温まってる状態なんで問題ないんですけど、で、先ほどね、ジグを装着して、まあ、スタートするんですけど、そうするとね、まず溶剤がバーッと入っていって、で、一定時間ね、中に溜めておくんですよね。そうすることでね、汚れが浮いてくるんで、で、汚れが浮いてきたところを吸って回収するっていう流れですね。で、あと入れながらね、吸いながらとか。で、エアチャックがつながってて、まあ、油圧でいう3キロぐらいのね、圧がかかってるんですよ。で、施工自体はエンジン停止状態でするんで、まあ、その分ね、通常入ってるエンジンオイルの量よりも多い溶剤を入れて、まあね、施工していくっていうところですね。で、まあ、こういう感じでね、吸いながら入れながらとかやりながら、まあ、汚れを浮かせていくと。まあ、施工後にね、遅効性のフラッシング剤とか入れてやって、さらにね、まあ、徹底的にやるのもいいんじゃないかなって思います。そしてね、施工完了後は、こういう風にね、今度下から残ったオイルパンにあるね、溶剤をきれいに吸い出して完了です。それではね、次はこちら、エアコンマシンの方をね、施工していきます。はい、じゃあね、施工前のね、吹き出し口温度ですけど、こちらね、6.5 度ですね。そしてね、ガスのね、規定量 450g ですね、こちら。はい、じゃあね、今からガスの抜き取りをします。で、こちらね、450g に対して 275g っていう結果です。で、175g 減っていうことなんですよね。まあ、20プリウスっていう年式を考えてみても、まあね、これぐらい減ってるのは、まあそんなもんなのかなっていうとこですよね。まあタイミング的にもね、こうやって入庫していただいて、まあここでね、エアコンをしたのは正解のね、判断だったんじゃないかなって思いますね。まあこれから先もね、まあ使っていけばどんどん減っていくんで、これはね、漏れてるわけじゃないんですよね。やっぱ自然にね、減っていくっていうことがあり得るんで、まあおそらくね、添加剤を入れたりもしてるのかもしれないです、過去にはね。ただね、そういうの中でも、やっぱりガスはね、減っていくっていうところですよね。だからまあこういう結果になってます。で、今はね、皆さんが乗られてる車も、まあ効いてるって思ってても、実際測ってみたらね、減ってて、入れるとね、もっと効くようになったりっていうこともあります。でね、こちらね、ハイブリッド車ですけど、コンプレッサー、電動コンプレッサーになりますので、まあ、左上のね、オイル選択って書いた PAG、POE っていうのがあるんですけど、こちらね、POE の方をね、選択してもらって、やります。コンプレッサーオイルのね、種類が違うんですよね、こちら。ですので、PAG のモードのままやると、ホースの中がね、要は PAG オイル、ね、普通のベルトコンプレッサーのね、オイルが入ってるんで、そういうののね、オイルと混ざると、電動コンプレッサーはダメなんですよね。ですので、施工前にね、ホースクリーニングっていうコマンドがね、オイル選択の右側にあるんですけど、それをして、ホース内をね、要はこのフラッシング機能を使って掃除してやるっていう形ですね。それではね、ガスを抜き取りましたので、今からね、フラッシングですね。こちら、虫ゴムを外してね、まあ、準備をしていきます。そしてね、フィルターをね、装着して、で、フラッシングモードにね、突入していくっていう形ですね。フラッシングはね、今回は9回です。フラッシングモードクリーニング9回ですね。そちらの方で施工していきます。今からね、フラッシングの方をしていきます。
バックリターン方式っていう方式ですね。右回り左回りみたいな感じなんですけど、低圧側から高圧側に入れたりね、高圧側から低圧側に入れたりっていうやり方で、まあ、フラッシングの方をねしていきます。で、そのやり方によってエキスパンションバルブですね、そちらの方にね詰まり等が出た場合の詰まり除去が目的っていうのと、あと配管内コンプレッサー内のね古いコンプレッサーオイルの除去ですね、そちらをね出して、で新しいコンプレッサーオイルを入れるっていうのをやる目的でこのフラッシングをします。でまあ車もね古いんで、まあちょっとねこういう風にしっかりと配管内でねリフレッシュをした方がいいのかなっていうところです。でこのフラッシングをねしていくことによって、この入っていくねまあ液化したガスの量ですけど、まあ、1回目がね 1180g っていう風になってますけど、これ回数をこなすごとにね少しずつ入っていくようになるんですよね。でまあいきなりいっぱい入ったりするパターンもあるんですけど、要はね詰まりが取れていくと入っていくと。で2回目にね 1890g っていう風に入るようになってるんで、まあ、これでねもう1回目のところで大まかのね汚れ詰まり、まあやつが取れてる、まあ、詰まりが取れてるって言ったところですね。でこれねひどいのになると本当に1回目したのに200、300しか入んないとかっていう感じになったりもするんですけど、まあ、で目安がねだいたい規定量ですねの4倍とか3倍とかね、まあ5倍とか、まあそれぐらいですね。ちょっと車種によってもバラバラなんでね一概には言えないんですけど、まあだいたい4倍ぐらいが平均値ぐらいかなっていうところですね。4倍5倍ぐらいですね。でまあ今回ねこの1890ぐらい入ったので、もう後の数字が全部変わらないんでね、まあこの辺でまあ取れてるっていうところです、この車種に関して言えばですね。で車によってはね、ほんと1回した時にね1回目からいっぱい入る車もあれば、もうほとんど入らなくてね、もう6回目7回目ぐらいでやっとね詰まりが全部取れたりするっていう車種もあるんですよね。でまあこういう風にねフラッシングをすることで、まあ液パンのねやはり詰まりがしっかり取れていっていると。でこれやっぱ取ることによってね、エアコンの効きが格段に上がるんですよね。ガスがじゃあ抜いてみた時に最初にですね、もうほぼほぼ規定量入ってるっていうね車なんかはたまにあるんですけど、それでもね明らかに効いてないっていう車ってあるんですよね。まあ、その場合にね、じゃあ原因は液パンかっていうと、まあそれだけじゃないんですよね。電動ファンが例えば止まってるとか、まあコンプレッサーが下手ってるとか、まあいろんな理由はあるんですけど、まずはね、こうすることで液パンのね、詰まりを取るっていうことで一つのね、まあ原因の一つを消すっていうところでもありますよね。まあ今年のね、夏は特にね、もうエアコンがね、多かったですね。ものすごく暑かったんで。で、まあこういうふうにね、施工していったので、液パン詰まりでね効かないっていう車種も結構ありましたね。やっぱりねこういう風に施工してやることでね改善をするっていうとこなんで、まあ、夏場問わずにねもう冬とかでもやはり一度もやったことないっていう人はねぜひやってみるといいんじゃないかなとは思いますね。そしてねまあこういうエアコンのねまあフラッシングのやり方についてね、まあ、教えてほしいっていうことでね最近ね問い合わせがあったんですよね。北海道かなんかのね車屋さんで、まあエアコンマシンは持ってても、まあフラッシングはね通常のダイレクトフラッシングってうち呼んでるんですけど、コンプレッサーを外した時にやるっていうね方法でしかやってないんで、要はうちがやってるねコンプレッサー取り付けた状態でやるっていうのの仕方を教えてほしいっていうことなんで、まあいろいろとねまあメールでやり取りしましたけど、まあいろいろレクチャーはしました。でこのねコンプレッサーをつけた状態でやるっていうのは、まあ、うちがオリジナルで考えた方法なんですよね。だからメーカーがやる指定のやり方っていうのはねコンプレッサーを取り外してやるっていう方法です。もちろんねじゃあうちもその方法でやるのはやるんですよ。コンプレッサーを外してやるときっていうのはもうコンプレッサーが完全にね壊れてる、もしくはまあ完全に壊れてなくても明らかに鉄粉が回ってるって思うときとかはもう絶対ねコンプレッサー外してやった方がいいですね。コンプレッサーつけたままやってもあんまり意味ないんで、その場合はですね。でまあ普通通りこう動いてて、じゃあねエアコンが効きが悪いだとか、もしくは配管内のね掃除、要はねコンプレッサーオイルをね出したいっていうとき、そういう時はこのバックリターン洗浄ですね。でコンプレッサー取り付けのままやるっていうのをうちがね結構な台数実験して、うんこれはいけるぞっていう判断のもとでねやってます。実際ねまあこう施工してて、じゃあエアコン壊れたかっていうとそんなことはないんで、まあねたまたまねなんかタイミングで壊れた車ももしかしたらあるかもしれないですけど、この施工することでじゃあ壊れるかっていうと壊れる原因にはならないんですよね。むしろねやはり施工してやったことによってコンプレッサーオイルの古いコンプレッサーオイルをまず出して、そこからね新しいコンプレッサーオイルを入れてやるっていうことで、ね、マイナス要素はもうないですからね、プラス要素しかないんで、でまあコンプレッサーオイルが入って、そこからねあとの液パンですね、そちらのねやっぱりもうずっと使ってるとやはり詰まっていくんですよね。
それの原因が何なのかって言われるとね、何なんでしょうね。まあ昔多かったのはね、エアコンを自動車のラインで組み付けるときに軍手をつけてね、組み付けをしてたときに、なんか軍手のね毛が詰まるっていう事例が多かったらしいんですよね。これね、そういう関係の仕事をしている人から教えてもらったんですけど、だからね工場の方に入ってそういう指導をしたっていう話も聞きましたね。だからできれば手組みで組んでくださいみたいなお願いをしてたんです。これもうね10年ぐらい前の話なんですけどね。まあそういう感じで、まあそういう原因があったりとか、あとはね、まあコンプレッサーオイルとかね、そのガスとかが入ってて、まあね、水分とかも入っていって、まあ、そういうのがね原因でね、詰まりの原因になるのかもしれないし、まあ、こういう風にね、だから詰まったりするのを絶対取れるかっていうと、またその絶対取れるかわかんないんですけどね、やってみたら大概改善することは多いですね。でこういう風にね、コンプレッサーを外さずにやるっていうのはやっぱり非常にね手軽にできて簡単っていうところですよね。だからね、やっぱりこのマシンを持ってて、まあその手を使わない手はないのかなっていうところですね。ですのでね、液パンの洗浄と、まああとね、配管の洗浄ができるっていうのをやっぱりフルに活かして、ね、で、皆さんもね、やっぱりメンテナンスがしたいって思うっていうところでね、来ていただくっていうところ。ね、こういうのでね、やっぱりしっかりと施工してやるのがいいんじゃないかなと思いますね。だからまあその北海道のね、車屋さんにもね、そういう風に説明して、やり方ですね、こういう感じでやるんですよっていう風にやってね、まあ教えましたので、まあね、来年の夏なんかは結構活躍するんじゃないかなって思いますね。なんかお礼にね、なんか牡蠣を送ってもらったんですよね。それこそ今日なんですけど届いて、ね、なんか発泡スチロールの大きい発泡スチロールにね、もうフルフル入ってて、ね、なんか牡蠣がいっぱい入ってましたね。ありがとうございますっていうのをここでちょっと言わせていただきましたけど、まあこういう感じでね、まあフラッシングすると非常にね、エアコンの効率も上がるんでおすすめですね。はい、じゃあね、フラッシングが終わりましたんでね、今から真空引きですね。で、オイル入れモードにして、真空時間はね、15分です。で、規定量がね、450ですので、こちらね、添加剤が、この添加剤が入るんでね、25ガスが入ってるんで、425ですね。で、これが入ると450になるっていう計算になります。はい、じゃあね、コンプレッサーオイルですね、こちら、フラッシングして出てきました。で、出てきた量がね、130ぐらいかな、多分それぐらい出てるんですけど、規定量ね、だいたいこの車100なんで、割とね、ちょっと多く入ってるっていうことは、おそらく添加剤とかを充填したことがあるのかなっていうふうには思われますね。で、まあね、とりあえず今回入れるのは、まあ規定量ですね。添加剤分もまあ一応計算してね、若干少なめにして、そこでね、帳尻合わせて、ね、100になるっていうふうにしてます。それではね、ガスの方を入れていきますね。まあ、425入れます。規定量はね、450ですけど、まあ、ガスね、添加剤分のガスがあるんで、そちらの分もね、計算に入れて引いてます。で、このね、ガスを入れる前には、ガスの漏れがないかっていうテストの方もしてます。はい、じゃあね、今から添加剤の方を入れていきますね。右上のね、低圧っていう数字が0になったら、充填が完了です。で、添加剤もね、POE、PAG、それぞれね、添加剤のカンカンを差し込むところがあるんですよね。これ一緒にしてるとね、結局オイル混ざっちゃうんで、そうならないようにね、PAG とね、POE、それぞれホルダーがあります。はい、じゃあね、エアコンメンテナンスがてらにね、今回はね、エアコンフィルターですね、こちらも変えてほしいっていうことなんで、交換します。で、まあ、ここのね、グローブボックスですね、このグローブボックスを外してもらえれば、もう簡単にアクセスできるんで、そしてね、まあ、こんな感じですね。なんかこう、葉っぱみたいなのがね、挟まってますね。まあ、そこまでむちゃくちゃ、汚れてるっていうわけではないですけどね。はい、じゃあね、こちらのね、クリーンフィルターのね、交換ですね。もうここにあとね、入れて終わりです。よし、はい、じゃあね、次はね、ATF のね、交換をします。で、まあこちらはですね、こっから抜き取って、こっから入れるっていう形なんですけど、まずは抜き取りですねをやってね、ちょっとどれくらい汚れてるか見ましょう。はい、じゃあね、今からね、抜き取りの方をしていきますね。まずはね、入れる側を緩めて、そしてね、今度抜く側の方を緩めて、ね、上側ですね、要は入れる側を緩めた時にね、もし緩まないようなことがあった場合に、抜いてしまったりするとね、今度入れることができなくなるんで、先に一回上を緩めてからね、下を抜くっていう感じですね。で、小瓶にね、サンプルの方ですね、こちらの方も回収していきます。まあ、見た目ほどでいくとね、めちゃくちゃ汚れてるっていうわけではないですね。
まあ、こんな感じでサンプルも回収してますので、まあ、洗っていく途中工程をねまた拾っていって、まあ、どんな感じかっていうのを見比べるような感じですね。今からね今度は入れていきますね ATF を。で本体 CVT なんですけど使うフルードの指定はね ATF になってます。でこれ入れた後に、まあ、溢れるまで入れてそこで終了ですね。入れ方としてはねデフとかミッションのねオイルの入れ方と一緒ですね。で入れた後にね今度また、まあ、タイヤホイールをねこう回すみたいな、まあ車実際に乗ってもらってもいいですね。でその乗った後に今度じゃあまたね回した後にこちらを抜いてそして汚れを見てもう一回入れるか入れないかっていうところなんですけど、今回はねこれここで抜いた時点でねもう十分綺麗になってたんで、これでもう一回あと入れたらもうそれで終了っていうところですね。はい、じゃあ交換後はこんな感じです。最初と最後、まあ最初がもともとねむちゃくちゃ汚れてるわけじゃないんで、まあこのね電気式 CVT っていうのはあんまり汚れないんですよね。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。まあこちらの20プリウスですけどね、こちらのねまあ ATF とスラッチナイザーとエアコンっていうのをやりました。でまあね ATF ですね、まあ一応電気式 CVT で使うフルードは ATF なんですけど、まああんまり汚れてなかったですね。まあ1回目は汚かったですけど、やっぱり2回目入れて回した後に抜いたのがあんまり汚れてないんで、まあそれで綺麗になったっていうところでもう1回入れてね終わるっていう形で終わってます。そしてねまあエンジンはねスラッチナイザーかけましたけど、ハイブリッドってどうしてもねガソリンだけで動く時とねモーターだけで動く時っていうんですかね、まあガソリンだけっていうかガソリンとモーターで動く時とモーターで動く時っていうので、普通の車と比べるとねやっぱりその通常よりは動いてる時間っていうのも少なくはなるんで、まあやっぱり汚れにくいですよね。例えば3000キロ走ったガソリン車とハイブリッド車だとねオイルの汚れ方っていうのもハイブリッドの方がやっぱり汚れてないんで、まあそういう意味ではね、まあ、そこまで汚れてなかったのかなっていう感じですね。だからまあスラッチナイザー施工して、まあ、全然ね、まあ、やはりカスとかが溜まってないわけじゃないんで、まあ、それでね除去してやって、まあね、することで多少なりは、まあ、燃費が良くなったりだとか、まあ、汚れが取れてね、まあ、性能アップする部分もあるのかなっていう部分ですね。そしてね最後にエアコン、こちらですね、まあ電動コンプレッサーなんで、まずオイルですね、エアコンオイルが POE っていうオイルを使って、であとねまあ、実際にフラッシングをして抜けてきたオイルがねどれくらいかな130ぐらい入ってたんですけど、まあ使用することに減っていくっていうのもあるんですけど、まあ例えばこれを乗ってた元々の人みたいなのがいるとすれば、その辺がなんですか、今までこう添加剤を入れてきたとかっていう履歴があると、まあ、添加剤を入れる、ね、で自然に消費する分とかもあるんで、まあ、ちょっと多くなってる方なのかなっていう感じがね見受けられるかなっていう感じですね。でまあコンプレッサーオイルね、まあ、これで綺麗に入れ替えて配管内も洗浄して、でねガスも満タンにして添加剤も入れてっていう形なんで、まあ夏のねエアコンもバッチリ効くんじゃないかなと思いますね。まあ今のね時期でね一応温度取ってみましたけど、まあ、変化はねやはりありましたけど、まあ真夏のね、まあ、30度とかあるような、ね、気温の時にね取る温度よりはやっぱり低く出やすいんじゃないかなって思いますけど、まあ、それでもね性能アップはしてると思います。まあ、今回はねこのプリウスの、まあ、メンテナンスでしたね。また次回新しい動画ありましたらアップしますので皆さん少々お待ちください。